みなさん、こんにちは。しおりみチャンネルのしほです。はい、ということで今回はですね、今回はこの前、300円ショップにシャンバッキン300均にね、行ってきたんですよ。300均に行った理由とかではないんですけど、私ダンスに通ってまして、ダンスのね、ダンス専用っていうカバンがなかったの。専用っていう。で、その専用カバンを探しにショッピングモールに行ってきたんですね。そしたら、うん、300均があって、そう、300円で、目にゴミが入って大丈夫、300円でね、この真っ黒でね、ちょっとね、可愛いらしい、まあシンプルだよね、カバンがシンプルで、これ良くない？なんかもうダンスに超いい感じしない？カバンがあって、それで、いいじゃんこのカバンって言って、っていうかね、まあダンスに行くだけなんで本当にね、うん、で今度さ、ダンスのさ、その中身も紹介したいと思うんですけど、入ってるものが本当限られてるんですよ。限られてますね。だからもうね、何でもいいやっていう感じ。うん、もうなので300円でこれぐらいのね、もので十分かなっていうことで、あえてもう300円でいいよねってなったんだよね、うん、本当はちゃんとしたね、カバン屋さんに行って買ってもよかったんだけど、もったいないよねって。で、今までね、ダンスの専用のカバンっていうのを作ってなくて、なんで急に作るのって思う人もいるかもしれないんですけど、もう通ってもう何年も経ってるのに、実はですね、カバンの中にダンスのね、カード、出席カードみたいな、言うんですそれ、うん、あるんですけど、いやそれをね、遊びに行ったりするときに使うときだけ、それをバッてこう抜いて、うん、行くわけですよ、うん、そうしたらなくしたわけですね。で、前もなんか一回ないって言って、でその時はあったんだけども、今回は見つからなかったんですよ。何回かなくしたって言ってて、でなんでなくすのって言ったら、遊びに行く時にカバンに入ってたカードをポイって抜くから、ポイってやめてよ。なんか投げても急いでるから、どこに置いたかっていうのは半信半疑でしか覚えてないみたいな感じでなっちゃうんですよ。もうしょうがない、これは性格でしっかりしなさいとは言ってるけども、パパに頼む私。はい、なのでね、じゃあもうダンス専用のカバンを作ってもう出さないと、ね、うん、そう、もうずっと入れっぱなしにしとけば絶対なくさないから、そうしようっていうことでカバンを買うことにしたんですね。前まで使ってたカバンをね、そう、あとね、そう、お出かけとかで、ね、それをお出かけ専用にしてってことね、してってことだよね。はい、はい、買い物に行ったらたまたま300均がいきなりバッて新しくできてたんだよね。そうそう、前なかったんだけど、なのでこう見てたら、あ、これいいんじゃないって言って、これに目がいったわけですよ。はい、ね、で今日実はもう早速使ってきたんですけど、よかったです。どうでしたか？なんかね、前のはね、うん、カチャカチャやってからチャック、ああ、そうだね、これはなんかチャック開けた瞬間もうバーって見えちゃう、チャック開けた瞬間にね、うん、こうなるわけです。なるほど、めっちゃ見やすいわけ、うんうん、いつもなんかさ、確かにこうなっててさ、うん、このさ、チャックをさ少し開けてこの辺からこうやってたわけ、うん、めっちゃ見やすい、使いやすくなったってこと？そう、じゃあよかったね、300円なのに。でさ、ポケットがなかったのね、うん、あのなかっただから、ここにこうやる、このカードをやることで、うん、もうすぐパッて出せるわけ、うん、ここだと奥まで行ってさ、あれってなの。ねえねえ、はい、そんなこと言っててさ、今度遊び行くときもこっちの方が楽だから、こっちにしようとかやめてね。絶対しません。さすがにそれはない。なんか使いやすいとか言って、なんか遊びに行くときもこっちに買えそうな気がして怖いんですけど、まあいいや、とりあえずダンス用に買いました。はい、はい、でついでにね、いろいろ見てて欲しいものがあったので、ママも買ったものがあるんですけど、はい、じゃあそれをね、残りのものをちょっと紹介したいと思います。はい、ということで一つ目がですね、こちらの星のライト、これマジで可愛いから見てください。これインテリアのね、 LED ライト、星型あって、うん、
ごい可愛いなと思って、だからね、本棚が埋まらないうちに飾ろうかな。そうだね、はい、本棚に飾るんですか。本棚か壁につけようかなと思ってるけど、うん、悩んでます。はい、はい、最近欲しい漫画がいっぱいあるの。まあ漫画の話はまた今度にします。続いてはね、こちらのキャップなんですけど、 S って書いてあるの、可愛くない？四方の S だね。うん、ほら、可愛いでしょ。髪の毛切ってからやっぱ帽子似合うの、うん。めっちゃ可愛いと思って一目惚れして買いました。はい、ほんと可愛い、これ S、まあ、ちょっと小さめなのかね、作りがね。え、でもぴったりじゃない？そうだ、まあ、しおちゃんもぴったりだね。ママは入んないと、大人の人が被ったら分からない。ママは入んないと、ママは入んないかもしれない。なるほどね。うるさいよ。続いてはですね、なんかあ、ママだそれ。マスクちょっと開けてみて。なんかマスクも冬になると、今度寒い時とかは暖かい方がいいのかなって言って、なんかこういう生地のなんか上着っぽい感じの、ちょっとしてみて、代わりに大きいかもしれないけど、あ、大きい、ちょっとしょうちゃんがやるとちょっと大きいね。こんな感じでもなんかちょっとおしゃれっぽく、こう寒さをガードするにもいいのかなと買いました。あの耳もね、あの調整が効くので、ちょっときつくすればもっとピチッといくと思います。はい、はい、続いては箸ですね。あ、はい、これはね、ちょっとお家で使おうかなと思って買いました。でもね、これ見て、1、2、3、4、5、あれ、あれ1本多くない？1本誰が使うのかなみたいな。いいじゃん、とりあえずランダムで使えば。はい。はい、そうね、私が買った小物、私のママが買った小物、小物を買いましたね。見てこれ、ダイソーって書いてある。あ、タイプ。そうそうそう、なんかやっぱダイソーのやつなんだよ。こっちは300均って書いてある。なんかね、UR グラムとかも普通に売ってて、100円じゃない、ちょっと高めの方だと思うんだよね、売ってたの。300円とか売ってんじゃん、ダイソーって、ね、売ってると。それが UR グラムで売ってた。へえ。うん、まあ全然ね、あの UR グラムはあんま見なかったけどね。続いてはね、こちらのね、リボンでございます。可愛くないこれ。なんか後ろでさ、ハーフアップってさ、うん、こんな感じにさしても可愛いと思う、うん、なんか久々にしほちゃんがなんかこういう女の子っぽいものを選んだ気がして、ね、最近なんかどっちかっていうとさ、T シャツにさ、ラインパンツみたいなさ。それは学校だから。学校も、でもなんか平日っていうか、休日も結構なんか、え、休日はロングスカートだから。あ、そうなんだ。もうちょっとじゃあ可愛い系のなんか洋服の方が合いそうだよね。そう、可愛い系が欲しいの最近、うん、でも白だからやっぱりなんかこう白いブラウスとかね。学校もさ、ほんとなんかガーリーを着てっていいのか、なんかいいんでしょ、だって着てる子いるじゃん、ガーリー。なんか着る勇気がない。しもちゃん昔は結構ガーリーっぽくなかった、学校も。昔はね、最近なんか全然ガーリーっぽくない。明日ガーリー着てこっかな。いいんじゃない？いいと思うよね、うん、昔はガンガン着ていってるイメージだった。明日着ていきます。ここで宣言するのね。ということで、ここでガーリーチックなリボンを買いました。はい、これは可愛いんで、どこにつけても可愛いと思うんだろう。ね、どこにつけても可愛いよね。分かったから、そこはやめといた方がいい。そこはやめといた方がいい。続いては、はい、ピンですね。花柄のピン、うん、これ白黒なんかモノクロな感じで、うん、とっても可愛いですね。はい、マジで可愛いこれね。あとね、もう2つ買ったんですよ。1つがもうね、ちょっと流行りに遅れちゃったかなみたいな。っていうかね、この白いねやつね、買った前も買ったんですけど、なくしてるんですよ、ほんと。もうしょうちゃんすぐなくすからね。パパになんで。ほんと、なんでめっちゃ探したんだよ、カバンの中探したし、
で、ママが一回拾って、ママの、小物入れに保護しといたんですよ。そしたらそこから出して使ってるんです。ひどくないですか、ほんとに。ママも、でもママも。ママ使わないけどさ、それさすがに。かわいい。いいじゃん。うん、明日ガーリーの服にこれつけていこうかな。学校に、うん、それはちょっと引くんじゃないの、みんな、うわって言われるかも。うわいつも違うの私。どうしたのって言われるよ、きっとみんなに。先に私が買ったものにしようかな、うん、こちらです。ピンですね、また、うん、これもピンク系。ピンク系ね、可愛くない？なんかピンハマってて、髪短くしたからさ、あピンだよねって感じ。可愛、うん、いと思って。でもね、私はね、この4点を購入しました、はい、1,2,3,4、はい、見えてる、1,2,3,4、うん、ということで、で次ママがですね、ママも買いました。まずこのね、なんかシンプルなピンと、ママもね、前髪をね留めるんですよ、こちらのシンプルなピンですね。そうそう、ママはシンプルイズベストなんで、やっぱり年も年だ。すごいシンプル。いいじゃん。あ、いいよ、めちゃめちゃいいんだけど。シンプルでよくない？なんでそんな、めっちゃシンプルとか言われなくていけないの。だってシンプルなの。よくない？シンプルだもん。事実を言ってるだけ。ママにはシンプルが似合う。うん、ママはシンプル、うん。今日もね、無地無地だから。でもここもこもこついてるよ。でも無地は無地でしょ。無地は無地だけど。あなたもは違うの。でこっちもだから。パジャマ。あとここライン入ってるから無地でもない。はい。はい、ということで。以上かな。ラストですよ。リミちゃん、ママがリミちゃん宛てにね、買ったね。あ、そうそうそう。これリミちゃんにつけようかなと思って。いや、さすがに学校はやがるんで、休日に。で、学校良くない？でも嫌だって言う、絶対。休日につけてあげようかなと思います。はい、このね、ゴムにね、なんかパールがついてる。リミちゃん今前だ、前髪がね、量調整中でさ、結ばないとね、いけないからね。そっか。はい、ということで、以上でございます。はい、じゃあ以上をね、使いました。はい、はい、ということで、今回はね、300円キーツで買った購入品紹介をしてみました。ということで、それではバイバーイ。明日ガーリーケーキ行こう、うん